違えた。ダダダダダダ。ユーミンのね、優しさに包まれたならお聞きがあったってね、ちょっとね、もうそのままね、このルージュの伝言をね聞きたくなっちゃったんでね、このままレンチャンでいきますね。これいいですよ。これね、これ弾きやすいと思いますよ、初心者の方でも。カポ 1,2,3 のカポで、ただね、 F コードが入っちゃうんですけどね、そこはもう気にしない、もう行っちゃいますよ。じゃあ弾いちゃいます。あの人のままに会うために、今一人電車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して、チャッチャッチャッ、あの人はもう気づく頃よ。チャッチャッ、バスルームにルージュの電話、浮気な恋を早く諦めない限り実はこれ一発目なんだよ。これ一発目すごいでしょ。失敗したけどでコード見てね、これいけそうだなと思ってね、ちょっと一発撮りしてみました。さすがに一発撮りはね、あんまないね。数回ぐらいしか。113動画なのかな今これは。さすがにないね、あんまり。これいいですよ、非常にね、これ初心者の方ぜひぜひ練習してほしい。でストロークはね簡単ですよ。チャンチャチャンチャカチャ、チャンチャチャンチャチャカ、チャンチャチャンチャチャチャ、チャンチャチャンチャ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 、ずっとこのリズム。あとはもう最初の、もう最初 C ですよ。の人のままに会うために、 A マイナー。今一人電車に乗ったの、た
遊び心あるよね。間違えた。超苦手。でしょこれ F コードだけですよ難しいの。いやいいですよこれ。これはね最初のうちに弾きたかったな。今一人で車に乗ったの。C A マイナー。黄昏。F。私ねこうやってグリップ式で握ってるんですけどね F。普通のこのバレエでもいいですよバレエ。黄昏迫る G 街並みや C 車の流れ。なんかね U フレットだよね。黄昏迫る街並みやで C C on B をね U フレット言ってるんですけど、いやいらないこれ。なんか変な音になる。いらないと思いますね。だから自分飛ばしてるんですよ。黄昏迫る街並みや C の次はもう A マイナーに行く。 F G C G。いやいい曲。そしてねこの歌詞もね素晴らしいね。この曲ってどうなんだろう、ジブリで使われてたっけな。この曲はねもう小さい頃からよく聴いてたけど、なんでこれそんなに知ってんだろうな。そしてね歌詞に書いてある通りね、ママにね言うわよチクちゃんよみたいな。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して、やっぱりね結婚してる人はね奥さんはね
旦那さんに言うのもそうだけど、そのお母さん、旦那さんのお母さんにね、もう電話でもいい、チクって、チクるのがね、一番効果的ですよ。あの、自分もよくあります。あのね、あります。うん。ぜひ、世の中の奥さんは、旦那さんに言って言うこと聞かなかったら、もう、そのお母さんに電話してチクって、もう効果バッチリ。もうね、さすがユーミン。それをルージュの伝言でみんなにこうお伝えしてるっていうね。曲もいいし、歌詞もね、もう真実をついてる。叶わないですね。ってな感じで、この動画楽しいなって思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。動画の終わりぐらいにね、ここら辺になんか出てくるんですよね。そこをポチって押してもらえればチャンネル登録できますので、よろしくお願いします。では。